ケルン日本文化会館地図ケルン日本文化会館とは、ドイツのケルンにある文化会館。国際交流基金のドイツ支部として1969年9月に設立された。ドイツ語圏における日本文化の紹介、日本理解の促進、日本とドイツの交流、日本語学習、日本研究の奨励等を目的に多様な活動を行っている。ドイツ語圏における 日本文化の紹介、日本理解の促進、日本とドイツの交流、日本語学習や日本研究の奨励等を目的に、日本の美術を紹介する展覧会、コンサートや舞踊舞踏をはじめとする、公演、映画会、講演会、シンポジウム等の開催、日本語講座、出版活動など、様々な活動を行っている。また、図書館には、日本社会、 文化全般に関する約2万点の資料を所蔵している。館長は、藍沢慶一。初代館長は、東京大学教授を務めた、大賀小四郎。また、NHK ドイツ語講座で有名な上田講治、フェリス女学院理事長である、小四節中央大学名誉教授も、かつて館長を務めた時期があった。 ユネスコ無形文化遺産登録記念の組踊り公演2011年10月31日館内以外にて、日本の美術を紹介する展覧会、コンサート、舞踊舞踏をはじめとする公演、映画会、公演会、シンポジウム等を開催している。館内には、日本関係の蔵書を有する図書館があり、様々なレベルに応じた成人向けの日本語講座も開講している。 ありがとうございます。